あのー、皆さん一応、まあちょっと、あの、細かい報告はちょっとできないんですけど、はい。細かい報告はできないんですけど、えっ、ー、と、この間、えっ、ー、と、まあネグレクトの件で、 あの、ご飯がほぼ食べれてないっていう。まあ、本人にちょこっとまあ、障害があって。んで、まあ、親からまあ、ないものとされていて。で、なんか、ご飯とかも全然ほぼ用意されてない。で、なんか、お金とかももらってないから、学校でもご飯食べれないっていう状態の子がいるっていう。そういったお話を、えー、させていただいてたと思うんですけど、そういう相談をね、えー、に乗らせていただいてたと思うんですけど、 はい。あのー、その子の件なんですが、えっ、ー、と、一応、一応、まあ、えっ、ー、と、保護が完了しましたっていう。まあ、完了というか、そう、今まだ一旦自走預かりというか、病院預かりなんですけど、うん。はい。っていう。まあ、で、それでもう自走が入って、で、まあ、その後、そのまま保護っていう形になるっていう。 えー、形にはなりましたので。はい。一応、あの、本人ももう、えっ、ー、と、自走入ってるんで、えっ、ー、と、スマホとかももう今使えない状態なんで、あの、本人からの報告はちょっともう多分ないと思うんですけど、はい。なので、そういうことで、えっ、ー、と、一応、そこの保護が完了してますっていうことだけ一応お伝えしておきますっていうことで、はい。よかったと思います。